皆さんこんにちは、こんばんは。ゆっくり実況させていただいてます、ゆうすこうみでございます。よろしくお願いします。スーファミ版スーパーマージャン大会第54回、早速続きやっていきたいと思います。第2半ちゃん終了時点でジンギスカン氏が圧倒的な儲けですね。その収入を減らせるように張り切って参りたいと思います。サシウマはなんとジンギスカン氏ですな。やったろうか。今回は私はラスオヤですね。スーピンガドラスね。ラスオヤはオーラスで楽天のチャンスがありっすね。誰かが飛ばない限りは。今回もやや順調って感じですね。陽気悲惨が関係ワンやな。流れ一本バスね。ドラワンワンか、ツーワン聞きたいが。ああ、三ワンかぶるんか。ほぼ毎回水位に傾く、パターンっすね。至難の技やな。一応いいキャンペーンですし。
残した方が良かった。なんとかカンちゃん引っ張ってきたか、かけようじゃねえの。でも間違ってドラの方をやっちまった。一層殺してるべきやった。ほんとなりふり構わずドラ恋するな。E1 スーピンのシャボですが、できれば積もってほしいな。あんた追っかけるんかい。でも私は振り込みたくねえっす。真実監視に4連敗は是が非でも避けたいっす。ヤンワンだ。ヨウキヒさんの当たりか。惜しいっす。 E1 でしたら私の上がりでしたが。あ、裏乗ったか。マンガンですね。あ、小宮くん飛んじゃった。でも今回も早かったですね。壊れましたっす。最後の最後にヨウキヒさんの高めで落点されたのは悔しいですが、そのわけで今回のクラスには届きませんでした。夏の反対でクラス13に取らなければならないですね。それでは今回のマージャン大会はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。ではごきげんよう。